ハンドレページ・ビクター。ビクターとは、イギリスの航空機メーカー、ハンドレー、ページ社で開発され、イギリス空軍にて運用された大型爆撃機である。ビッカース社のバリアント、アブロ社のバルカンと共にサンブ v ボマーと呼ばれた。サンボルトの中で最後に登場した機体であるだけに、性能も優れており、艦降下時にマッハ1を記録したが、軍の方針変更によって高高度核攻撃が、 不要になり爆撃機としては1960年代末には退役した。その後バリアントに代わる空中給油機として転用され、1982年のフォークランド紛争ではバルカのサポートをして爆撃を成功させるなどの活躍を見せた。結局、サンブイ・ボマーの中では最後となる1993年に退役した。流線系の機体であり、 三日月翼と呼ばれる主翼形状となっている。三日月翼は主翼付け根から主翼端にかけて3段階に分けて後退翼が緩やかとなっており高速飛行時の抵抗軽減がなされるようになっていた。主翼付け根に片元2機ずつのターボジェットエンジンを装備し、尾翼は上、返り頭を持つ背の高い T 字尾翼。後には空中給油自ブロープを 機体前上部に装備した。胴体内に爆弾層を装備するが、固定武装は有していない。機種部分には、レーダーや前足が装備されている。機種部の幅が広く、余圧区画も大きく取れたために、乗員区画が2階建てであったバルカンと異なり、全乗員が同じレベルに配置できた。また、コックピット内は、制服操縦士のみ前方を向き射出座席を備えている。 他の広報士、航空機関士、電子機器担当は、操縦士の後方に後ろ向きに座り、射出座席ではなく二酸化炭素の爆発瓶を利用した脱出補助装置を備えていた。ただし、鉱石からの通常形式の脱出は困難で、成功事例はない。キャノピーの分離は当初仕様に盛り込まれていたが、1950年に航空省により装備が中止されている。 ビクターの爆弾層は、バルカンやバリアントよりも大きく、使用にある1万ポンドの核爆弾1発は当然のこと、2万2000ポンドのグランドスラム爆弾1発、または1万2000ポンドを通るボーイ爆弾2発、1000ポンド爆弾48発、2000ポンド嫌い39発が搭載可能な設計であった。さらに1000ポンド爆弾28発を追加搭載できるようにする構想もあったが、 実現しなかった。第二次世界大戦後、イギリスの航空省は、イギリス空軍爆撃軍団のために、新型の爆撃機を求めていた。その中で出てきた、作戦要求230号においては、1万ポンドの爆弾を搭載し、5万フィートの航空性能を有し、575mph の巡航速度を持ち、2000ミリの行動半径を有する機体を目指すことと、 なった。ショート、ブリストル、ハンドレページの航空メーカーがこの要求に応じる意思を見せた。この作戦要求は航空省使用 B35、46に至り、航続性能が1500ミリまで緩和された。ここでの1万ポンド爆弾とは核爆弾を意味していた。また防御基準は搭載せず、高速性能により敵戦闘機の溶撃を避ける構想であった。 ハンドレページは航空省使用 B35-46 に対し HP80 案を作成した。高い要求水準に応えるために HP80 案においては主翼の形状として社内の技術者、ダックマンによって開発された三日月翼採用していた。ハンドレページ HP80 案とアブロタイプ698案は共に 使用 B35、46に選定され、2機の試作機が製造されることとなった。両アンとも技術的に高いところを狙っており、この保険として、より堅実な設計のビッカースバリアントも同時期に開発されていた。バリアントは早期に収益することも期待されていた。三日月翼の開発にあたっては、三分の一のスケールモデルグライダーである h p び、 スーパーマリンアタッカーを改装したハンドレページ HP-88 を製造し、試験している。HP-88 は1機が製造されたが、初飛行後2ヶ月で墜落し、有用なデータはあまり得られなかった。HP-87 も有用とは言えず、それらのデータをあまり持ちいずに開発は進められた。試作機、シリアル WB-771 は、 工場で完成後、分解され陸路で RAF ボスコムタウン基地へと輸送された。組み立ての後、1952年12月24日に初飛行している。試作機の飛行性能は良好であったが、WB771 は1954年7月14日に墜落し、失われている。クランフィールド飛行場上空を低空飛行中に、 金属疲労の影響により、水平尾翼の3本のボルトが折れ、水平尾翼が分解したために発生した事故であった。試作機では、微部の重量課題が指摘され、バラストによって調整がなされていた。量産型においては、尾翼の重量が軽減され、取り付けボルトが強化されたほか、上員脱出口をエンジンのインテークから遠ざけるため、機種が延長されるなどしている。 初期量産型のビクター B1 は、アームストロングシドレーサファイアサ7エンジン、水力 49KN を装備し、ブルーダニューブ核爆弾を搭載した。後には、改良型の核爆弾も搭載可能となった。また、レッドベアード戦術核爆弾や E 計画に基づき、アメリカ合衆国のマーク5核爆弾も搭載できた。また、年から年に、 かけて24機がレッドスター計画に基づき、テールコーンが拡大され、広報レーダーや ECM 装置が向上した B1、A 型に改装された。1961年までに50機が製造されている。このほか、1956年7月1日にはシリアルソ917機が高架飛行中に音速を突破、地上要因はソニックブームを観測している。 ビクターは、その時点での音速を突破した最大サイズの航空機となった。イギリス空軍は、より高性能で特に上昇限度の向上した爆撃機を求めており、ビクターの改良型もそれに沿って検討された。まず、エンジンを、サファイア Q、水力 62.4KN に更新するフェーズ2と、ロールスロイスオリンパス、または、ロールスロイスコンウェイに更新し、 翼幅を42メートルまで拡大するフェーズ3である。サファイア9エンジンの開発はキャンセルされ、機体を大幅に改め設計するフェーズ3の開発は、時間がかかることもあった。そのため、最小の解説系により、コンウェイエンジンを搭載するフェーズ A が提案され、これを推進することとなった。フェーズ 2A は、ビクター B2 ーとして開発されることとなり、コンウェイアーコ11、 水力 76.7KN が搭載された。エンジンのエアフロー確保のため、インテークは拡大され、エンジン収納部も拡大されている。翼端の延長により、全幅も36.6メートルに拡大された。非常用のラムやアタービンも装備されている。ECM 機材の冷却システムも拡充された。アンチショックボディを主翼中ほどにつけ、増破抵抗の軽減を図っている。 ここには、チャフサンプ装置も搭載された。ビクター B2 の試作機、シリアル XH668 は1959年2月20日に、初飛行している。機体は、100時間ほど飛行試験が行われ、A&A において、航空エンジン試験が行われていた1959年8月20日、ペンブルックシャー沖にて消息を立っている。 墜落した機体の残骸が捜索され、原因究明が行われた。1960年11月までに報告が取りまとめられ、飛行中に発生した無限計測機器の不具合がもとで、回復不能な効果に陥ったと推測された。小規模な回収により、この問題は解決され、ビクター B には1962年2月より配備が開始された。 1963年までに34機が製造されている。B2 のうち21機が B2R に後に改装されている。B2R はコンウェイアーコ17水力 92KN を搭載し、ブルースチールミサイルの運用能力を有していた。ミサイルは胴体下に一発搭載する。ハンドレページでは改良型としてフェーズ6も提案している。 機体が拡大され燃料搭載量が増大するほか武装として主翼下にスカイボルト空中発射弾道ミサイル4機の搭載できるものであ。B2 ではスカイボルト2機の搭載が検討されていたため大幅な拡大型となるアメリカ合衆国におけるスカイボルト開発が中止されたことに伴いフェーズ6案も開発が中止された。ビクターは運用方法が 航空侵入から低空侵攻へと変更されたことに伴い、航続距離増大のために空中給油プローブが追加され、主翼下に大型増装が装備された。塗装も対戦工防御の白色から二式名祭へとなっている。後方、爆撃用に地形追従レーダーや速報監視レーダーの試験もなされたが、戦力化には至らなかった。ビクター B2 のうち、 旧機が戦略偵察機型 B2 に改装されている。これは機体の疲労により退役することとなったバリアントの後継となるもので、1965年2月に初飛行し、7月より配備が開始された。爆弾層にはカメラ及びレーダーが装備され、撮影用照明弾も搭載された。主翼には各実験観測用の放射性硬化物収集が取り付けられている。 1964年12月までに空中給油機型バリアントが退役するとイギリス空軍の空中給油機勢力に不足が生じることとなった。そのため戦略爆撃任務には余剰となったビクター B1、B1A を空中給油機に回収することにした。6機の B1A が空中給油機型 B1A に回収された。これは1968年に 空中給油機型 B1A に改名されている。各種翼端のポットに、プローブドローグ方式の給油装置一機ずつ、軽2機の給油装置を備え、胴体部の爆弾層は、武装可能状態のままとされた。回収作業は、迅速に行われ、1965年4月28日には、回収処方機が納品され、1965年8月には、 第55飛行隊にて運用が開始された。この B1A 空中給油機型は MK20A 給油装置を装備していた。これは戦闘機に対しては十分な給油能力を有していたが爆撃機に対しては給油速度が遅く能力的に不十分であった。さらなる空中給油機への改装として B1 より BK121 機 B1A より BK-1A に14機改装された。各種翼端のポットの給油装置に加え、爆弾層にも燃料タンクを追加し、センターラインに3機目の給油装置を装備している。この3機目には、給油速度の大きい MK17 給油装置が使われている。BK-1、BK-1A は、 爆撃任務への再改装が想定されなくなった1968年に K1、K1A に改名されている。ビクター B2 はバルカンほどには低空侵攻能力が優れておらず、イギリスの核抑止任務が爆撃機から海軍の潜水艦発射弾道ミサイルへとシフトされ、整備されてくるのに伴い余剰とされていった。このため24機の B2 が 空中給油機型の K2 に改装されている。この改装は1970年より開始されたが、ハンドレページが倒産したため、放シドレーが実施している。K1、K1A 同等の3機の給油装置の設置のほか、爆撃関係装備の取り外し、機種のガラス部の閉鎖や、主翼の強化、短縮化が行なれた。フォークランド紛争の際は、給油任務に実践投入され、 一部の機体は偵察用に機種のガラス部を復活させている。計には9万千ポンドの燃料を搭載でき、1993年10月まで運用された。ビクターは 3V ボガーの中では最も遅くに収益した。最初のビクター B1 がガイドン基地の第232転換訓練部隊に配備されたのは1957年末のことであった。実戦部隊として、 コッテスモア基地に第10飛行隊が編成されたのが1958年4月であり、同年内には2つ目の部隊として第15飛行隊も編成されている。また、4機はワイトン基地のレーダー偵察小隊に配備され、イエローアスターレーダーやその他のセンサーを搭載し、偵察任務に付けられた。ビクターの配備は継続され、1959年3月には、 第57飛行隊、1960年10月には第55飛行隊が編成されている。ビクターは優秀な操縦性を示し、特に初期型では着陸操作時に地面効果により、特に操作せずとも自然に機種上げが行われるなど安定した着陸動作を示した。ビクター B には1961年より配備が 開始され、最初の部隊として1962年2月に第139飛行隊が編成された。続いて1962年5月には第100飛行隊が編成されている。ビクター B にはこの2個飛行隊で運用され、さらなる28機分の生産はキャンセルされた。これは、ビクターやバルカン爆撃機にスカイボルト空中発射弾頭ミサイルを搭載し、 各爆撃機にミサイルを2機ずつ搭載するならば、1機あたりの攻撃箇所が増えるため、所要爆撃機数は少なくすることができると考えられたことと、イギリス国内の航空機メーカー再編にあたり、ハンドレページが協力的ではなかったことによる。ボルネオにおけるマレーシアとインドネシアの緊張状態の高まりを受けて、1964年から1965年にかけては、 イギリス極東空軍を増強するために、ビクター B1 の文献隊が、低空飛行、目視爆撃の訓練を受け、シンガポールの基地へと派遣された。特に緊張が高まった1964年9月には、4機の文献隊は分散退避の準備を常に整えていた。また、2機は、通常爆弾を搭載し、1時間以内に発進できる、即応状態に置かれた。結局、 出撃することはなく、この即応状態も、月末までには解除された。その後、ビクター B2 は、核抑止任務の海軍へのシフトと、低空飛行の増加に伴う、機体疲労の拡大などにより、1968年には、爆撃任務から外され、空中給油機に改装することとなった。ビクター B2 は1974年まで、偵察任務で用いられ、南太平洋における、 フランスの核実験も偵察している。その後、B にも空中給油機に改装された。空中給油機型は湾岸戦争やフォークランド紛争に投入され、特にフォークランド紛争中のブラックバック作戦では、バルカン爆撃機による長距離爆撃をジェット燃料のバケツリレーというで給油しながら支援した。その際、基地になった。 アセンション島では滑走路の関係と燃料が機関時になるとほとんど枯渇することから着陸にはとても気を使った。結局、ビクターはブイボマーの中で最も遅く1993年に退役している。保存状態は機体の状態を表しているため飛行可能となっていても航空ショーなどで飛行する姿が見られるとは限らない。楽しくご覧になりましたら。 購読と良いです。クリックしてください。